サロン用品を使ってひび割れラインをぷっくらさせたデザインで楽しんでみました。ではやっていきます。まずはベースのカラー作りです。プリジェルのこのダスティーベージュというカラー、これこのまま使ってもすごくいいカラーなんですけれども、このカラーをベースに今回はちょっとコーラルっぽく作っていきます。でここにくすみカラーのレトロの85番を混ぜてくすんだ感じにしていきます。もう少しちょっとコーラル強めにしていきたいので、ピンクはですね足していきます。ピンクが強いコーラル可愛いですよね。うん、いい感じのカラーになりました。じゃあこのカラーをベースにやっていきます。ウェーブするような感じのデザインってすごく人気なので、ここ結構スッと通してあげた方がかっこよく決まってきます。はい、じゃあこれで硬化します。ベースのデザイン今回はこれで完成なので、一旦トップジェルでもコーティングしてしまいます。もうさっとコーティングしていってください。シンプルなデザインほど光のライン気をつけていただくといいです。はい、硬化します。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取って形まで整えます。はい、じゃあ続いてですね、今回もマット仕上げにしていくので、マットトップコーティングしていきます。このマットコートすごくいいんですが、ハケがボサボサになりやすいんです。はい、硬化します。はい、こんな感じにマット仕上げにしたら、でこのオニライナーのブラウンを使ってひび割れラインを入れていきます。まずここからはですね、ここのさっきのカラーのラインに沿っていきます。ここからちょっとずれ込むような感じ でこれところどころ太かったり細かったりみたいな感じのラインの方がひび割れっぽくなります。一旦まず線をですね、他にも描いてからちょっと太さを調整していきます。こんな感じでひび割れのライン入れたら、ちょっとところどころですね、今も太いところがあるんですけれども、そこをもう少し太めにしていきます。ひび割れラインって細いラインがポイントになってくるんですが、太いラインと細いラインの強弱がすごく大事なので大切にしてあげてください。はい、こんな感じです。じゃあこれで一度硬化します。はい、こんな感じです。では続いてですね、これトリネのグトルフォスゴールドというなんか白みたいな感じのグリッターなんですけれども、すっごいギラギラなやつです。ただこれすっごくこうちょっとこんな風に固めのものなので、少しクリアジェルと溶いていきます。このグリッターガラスフレンチにも使えますね。はい、じゃあこんな風に細筆に取ってもらったら、このひび割れのちょうどこの太いところにですね、このグリッターが来るような感じで入れていきます。ただこの焦げ茶のラインを全部消してしまわないように、一回りこう小さく入れるようなイメージでやっていくといいです。グリッターって綺麗なのでたくさん入れてしまいがちなんですが、本当に乗っているか乗っていないかぐらいで乗せていただくのがいい感じになります。カラーを引いてマット仕上げにして、ひび割りラインを描いて、その上にのグリッターをですね散らすだけで、とても素敵なかっこいいデザインになりますよね。マットコートの上にひび割れラインとグリッターを乗せていくことによって、このラインがすごく目立ってかっこよく仕上がっていきますよね。グリッターがいいアクセントになっています。ひび割れって穴が開いていたりへこんでいたりするのが普通だと思うんですけれども、のネイルでこうぷっくらさせてみるのも可愛くって素敵ですよね。続いて我が家のちょっとした出来事です。またまたこの日はおてんばした娘のものを取り上げてちび息子が喜んでいたんですが、これかぶっている帽子、おてんばした娘の水着の帽子なんですが、まさかのこの帽子を気に入ってしまって、かぶってすごく喜んでいるんです。いやいや、さすがにこの帽子は男の子だからやめてよと思ったんですけれども、ツボにはまってしまったかのようにものすごく喜んで、そしてまたこの生地が気持ちいいのか、またこの生地をこうチュ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 吸ってしまうんです。だけど確かに女の子ばかりの中で育っていく男の子なので、女の子のものが好きになるのも当然ですよね。どんな風に育っていくのか楽しみです。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。